レッドウッドシティは、アメリカ合衆国カリフォルニア州中部サンマテオ郡の都市であり、同郡の郡庁所在地である。サンフランシスコ半島にあり、サンフランシスコ市からは約25マイル南、サンノゼ市からは北に27マイルに位置している。その初期は、オローニ族インディアンが住んでいた時代から材木などの積み出し港としての伝統まで豊富な歴史がある。今日では、オラクルや、 エレクトロニックアーツなど技術系の会社が拠点を構えている。2010年国勢調査での人口は約76,815人だった。レッドウッドシティ港はサンフランシスコ湾の中でサンフランシスコより南では唯一水深のある港である。群庁舎広場レッドウッドシティは北緯37度28分58秒整形122度14分10秒。 北緯37.48278度整形122.23611度、37.48278-122.23611に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は34.6平方マイルであり、この内陸地は19.5平方マイル、水域は15.1平方マイルで、 水域率は43.66%である。市内大半の排水系は、レッドウッドクリークであり、ウェストポイントスローを最大のものとしていくつかの湿地がこのクリークでつながっている。レッドウッドシティの影響範囲は、エメラルドレークヒルズやノースフェアオークスの地区に及ぶが、ほとんどが市境界の外にあり、国勢調査でも個別に扱われている。エメラルドヒルズのすぐ北、 サンカルロス市のクレストビュー地域の東にあるパロマパークはレッドウッドシティの地区であるが正式にはサンマテオ郡の未編入領域である。レッドウッドショアーズの地区もレッドウッドシティの一部だが隣接するサンカルロス市を通らずに互いに陸路を往来することはできない。レッドウッドシティは社会階層的に主に中流クラスが住んでいるがその東部はノースフェアオークスや イーストパロアルトに近く労働者階級が住んでいる。市内を北西から南東に抜ける大通り、エルカミノレアルと北北東から南南西に抜ける大通り、ウッドサイド道路が市の主要道路である。エルカミノレアルはサンフランシスコやサンロゼトをつないでいるので、南北にウッドサイド道路はサンフランシスコ湾からサンタクルーズ山脈方向に走るので、 東西に走っているという見方をされている。アメリカ国立気象局レッドウッドシティにある予報センターと共同事務所を運営している。ここで観測した記録では12月が最も寒い月であり、7月が最も暑い月である。過去最高気温は1972年7月14日と15日の下肢110度だった。 過去最低気温は1949年1月11日の下肢16度だった。年平均で下肢90度を超える日が21.6日あり、下肢100度を超える日は2.8日ある。下肢32度を下回る日は10.4日ある。年間平均降水量は20.16インチである。 月間降水量で最も多かったのは1998年2月の12.42インチ。24時間雨量で最も多かったのは1962年10月13日の4.88インチだった。降雪は稀だが、1935年5月、1962年1月、1976年2月には、いくらかの積雪が記録された。 ブロードウェイとエルカミのレアル交差点にある時計等以下は2009年の推計による人口統計データである。市役所玄関カリフォルニア州議会では上院の第11及び下院の第21選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第12及び第14選挙区に属し、クック投票動向指数では民主党プラス22となっている。 2010年時点で全て民主党議員が務めている。レッドウッドシティ中心街を再活性化する試みの中で市当局は開発を行うことに決めた。2006年8月、新しく20スクリーンの映画館と様々な店舗が中心街の重要な地点にオープンした。シネマコンプレックスには地上階にレストランと小売店、誓いは 地下2階まで駐車場となっている。さらにブロードウェイ沿いの歴史ある裁判所の建物に大きな改修が加えられた。この建物は1930年代に当初の建物全面が増築され、外観が曖昧になっていた。これが再活性化プログラムの一部として解体された。新しい建物は両側に噴水がある、大きな庭園があり。 そこから主階段につながるようにされた。ガラス製のドームによるには明かりが灯され、11秒ごとに色が変化するようになっている。レッドウッドシティ駅劇場地区のアーチ氏のスローガンは政府主権による最適機構であり、中心街の東と西の入り口にあるアーチに記されている。これは第一次世界大戦の前にアメリカ合衆国とドイツの政府によって遂行された、 気候学的調査に基づくものである。レッドウッドシティを中心にする地域は、カナリア諸島や北アフリカの地中海岸と並んで世界最良の気候とされた。ペニーンシュラセレブレーション協会が講演する独立記念日パレードは、1939年以来開催されている祭りであり、カリフォルニア最大の独立記念日、パレード、ミシシッピ川より西で最大の独立記念日、 パレード、北、アメリカで最大の独立記念日パレードなどと歌われてきた。これは正確かもしれないし、正確ではないかもしれない。祭りの最初の認証可能な記録は1861年のものであり、パレードは1887年のものである。スコット・ピーターソン裁判は2005年にレッドウッドシティで改定された1976年。 パトリシア・ハーストが当時サンフランシスコ米エリアでは最も安全性の高い施設だったサンマテオ軍刑務所に収監された。パティ・ハーストは伝説の新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストの相続人かつ孫娘であり、過激派集団シンバイオニーズ解放軍に誘拐され、一連の犯罪に加わった時に全国紙のヘッドラインを飾った。著作家兼、キージーは 大魔所有の罪で1967年にサンマテオ軍刑務所に収監された。キージーは、獄中で、キージーの獄中日記を書いた。1980年代後半、NFL アメリカンフットボールのサンフランシスコ、フォーナイナーズが、レッドウッドシティの戦没者記念センターに近い、レッドモートン公園でトレーニングを行った。現在、ミネソタバイキングスのワイドレシーバー、グレッグカマリロは、 レッドウッドシティ生まれである。メジャーリーグベースボールの選手ドン・モッシュは1960年代に、レッドウッドシティのベラー・アベニュー1925に住んでいた。その家は、モッシュがロードに出ている時は、サンフランシスコジャイアンツの選手が使っていた。ニューイングランドペートリオッツのワイドレシーバー、ジュリアン・エーデルマンは、レッドウッドシティ生まれである、レッドウッドシティに本拠を置く会社としては、オラクル。 エレクトロニックアーツ、ブロードビジョン、インフォーマティカ、アンペックス、サポート .com、シャッターフライ、ビッグバンドネットワークスなどがある。全日本空輸が、レッドウッドシティのツインドルフィンドライブ555、スイート350に事務所を構えている。セガは1999年までアメリカ本社を置いていたが、サンフランシスコに移転した。 オラクル6700エレクトロニックアーツマイナス -3146 サンマテオグ2200カイザーパーマネンテ2044セコイヤ病院1013レッドウッドシティ教育学1ブロードビジョンマイナス -759 セコイヤ統合高等教育学700レッドウッドシティ607インフォーマティカ400プディドリームワークス400スタンフォード病院クリニック 400カナダカレッジマイナス380アンペックスから300グラナイトロックマイナス300レッドウッドシティは次の都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。